健康のために部屋を明るくして、なるべく離れてみてください。お願いします。テレビ見てた？俺野球。俺もすごかったよな。球界の裏、佐藤くん、保健員の仕事があるから今日の放課後教室でちょっと残ってくれる？おう。じゃあ。放課後教室で二人っきり、怪しくね？バーカ、何考えてんだよ。相原とまともに喋ったことないんだよな。いつも無口で無表情でも、なんか喋んないと気まずいし。相原、こんなの適当に終わらせてさっさと帰ろうぜ。うん。ダメか、コミュニケーション失敗。相原、別にお前の食生活に口を出すつもりはないんだが、シャーペンは体に毒だと思うな。違うの、抜けそうな歯があるの。なんか噛んでないと落ち着かなくて。ああ、そっか。佐藤くんはどう？俺は変軍ほっくり廃科学級だよな。書くものなくなっちゃった、いいよ、俺が書くよ。じゃあちょっと休んでいい？おう。あ、虫がいた。虫。バカなことやってないで、座ってろよ。虫、早く終わらせて。
いて。どうしたの？いや、ちょっと紙で切っただけ。見せて。あ、うわっ！噛んでない。絶対噛んだ。うん、噛んだ。昨日からずっといろいろ試してたの。ガムとかキャラメルとかアイスの棒、鉛筆に消しゴム、縦笛にポチ。犬！あっ！これだった。これが一番落ち着く。抜けた。ありがとう、引っ張ってくれて。まだ乳歯残ってるから次も指貸して。あー！今日の5の2、鎖骨。なぜ俺に振るんだ。男って胸ばっかだよね。佐藤君もそうなんだ。最低。言ってやれ亮太、女は胸だぞ。頼むよ。女ってのはその鎖骨じゃないかな。鎖骨？なるほどな。さすがは亮太、深いな。よし、なんとか煙に巻いた。鎖骨って言っても胸と違って大きい小さいってないでしょ。いいのとダメなのどこで判断するのかな。まだ気になってるんだ。そりゃ気になるよ、未知の分野なのよ。まあまあ。何にせよ見えてるに越したことはないんじゃない。ほら、今日のゆきちゃん。チラチラ見えてる。佐藤くん大興奮。男子が集まってるよ。何してんだろう。ああ、つまり鎖骨には花に水をやるようにたゆまぬ愛情を持ってたな。なるほど、だから鎖骨は中心がくぼんでいるのか。さすが佐藤だ。お、物知り佐藤万歳。なぜ俺がこんなところでこんな話を。今さらやっぱり胸とは言えない。待った、タイム。ちょっと休憩。